クル族の男性クル族は、リベリア内陸部に居住する民族集団。その歴史は、強い部族意識と、占領への抵抗の歴史である。もともとクル族は、初期の奴隷貿易商たちの間では、奴隷狩りに反抗する忌々しい部族として知られていた。こうした評判もあり、逃亡や自殺を試みることも多かったことから、クル族の奴隷としての価値は、 他のアフリカ人たちよりも低かった。現在のリベリアの一部が独立国メリーランド共和国として存在していた頃、貿易を支配しようとしていたメリーランドの入植者たちに対し、クル族は様々な形で抵抗を続けていたが、1856年にはグレボ族と結んで入植者たちに戦争を仕掛けた。メリーランドはリベリアの軍事支援を得て反抗し、この抵抗は 失敗に終わるが、この戦争を機にメリーランドはリベリアに併合されることになった。クル族は、クレボ族の一派で海岸部に住むクルメン族とは別の集団であるが、クルメン族もクル族と呼ばれることがしばしばあり、混同されやすい。クル族は、リベリアの数多い民族集団の一つであり、人口の7%を占めている。クルションは、リベリアでは大きな言語集団となっている。 クル族は、リベリアの社会、政治活動において、クラーン族、マノ族と並んで3つの主要な先住民集団の一つとなっている。クル族の著名人としては、1990年代に活躍したサッカー選手、ジョージ・ウェアや、幼少時には、カブーという名だった、福音伝道者、サミュエル・モリスなどがいる。リベリア共和国大統領エレン・ジョン・ソン・サーリーフは、クル族、ゴラ族、 ドイツ系の血を引いている。モンドビア市長のメアリブローは、クル族とバッサ族の血を引いている。モンドビアのクル族地区の知事だったトーマス2面冒頭、他、1952年の大統領選挙では、クル族のディドフュートエが大統領候補として出馬し、アメリコライベリアンのウィリアム・タブマン大統領の対抗馬だった。ありがとうございます。